で、2個目、分解からいきます。もうね、やっぱり大切なのは研磨するときに毛が挟まってないようにすることが大事なんで、よくこれを毛を払ってください。これが非常に大切ですね。このガイドを、ガイドを取らないでやっちゃうと大変なことになります。本当に大変なことになります。一回やったことなんですけどね。よっ、これちょっと、はい、それではお水をつけて600番と。これより細かすぎるとやらないんで、古い面が残ってしまいますから、まあ、600番ぐらいが適当だと思います。本当は紅ガラでもいいんですけれどね、紅ガラの方が本当はいいと言われてるんですが、粗い紅ガラ今ないんですよ、そういうのがね。酸化セリウムと言われているものが、細かいのがあるんですけど、さっき洗ったんですけどね、これ洗わなくてもこうやって乱暴なようですが、一人だけでも、それもタオルの生地で、メリヤスじゃなくてタオルの生地で、切れっぱしで拭き取るだけでも十分できるんですね。逆にあんまりきれいきれいにしちゃうよりも、ちょい残しの方のが仕上げ研磨の時にはいいこともあります。
そういうのがね、研磨を何度も何度も自分で繰り返すと分かることですけど、研磨って言ってみれば金属と金属の擦れ合いなんで、この押さえてる時に大事なのは、こうやって押さえてて、ここの指とこの中の四肢がこの面とこの面をちゃんとこっちとこの指2つで押さえてることが大事です。これを押さえてないと中でこうカックンカックンしちゃえば、接触面が理想の接触面になりませんので、カックンカックンしないようにすることが大事です。これお水足すことで削りカスがどん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 流れていきます。このバリカンの研磨の理論は、上刃と下刃両方ともが凹面になってなきゃいけないということは、もう50年も前に、理論で発表されてますけれど、その凹面にするのにどういうふうにして凹面を作るかっていうところは、非常にこれは難しいところでして、実は私の父がレンズの職人をしていまして、レンズは凸面だったり凹面だったりするのを自由に、設計図通りに作らなきゃいけないので、それはもう本当に大変だったそうです。なおかつプリズムに至っては、プリズムというのは、プリズムは面が一定の角度をつけて、作られた、立方体というか立体のものなんですが、五角形になっているのがペンタプリズムというんですけれど、その面自体が真っ平らじゃなければいけないんです。でその真っ平らなものを作るというのは、それを真っ平らかどうかを測る元気といわれている、元気の元は元素の元、原子力の元ですね。元気の気は器という字なんですけれど、その元気というものが真っ平らであるかどうか、光の干渉によって、分かるようになっているものを使ってレンズ職人は平らなものを、作ってたんですね、測ってたんですね。そんなので、逆に言うと、平らでないものを作るときにはどうしたらいいのかっていうことも、平らなものを平らなものの上でこすっても平らにはならないんですね。
まあ、そこが非常に難しいところだと思います。平らなものを作るには凸面だったら凹面を使う、凹面だったら凸面を使う、まあ三面すり合わせという技術もありますけれど、まあそこまでしなくても作れる技術というのがあるということも一つ、大切なことです。なかなかですね、私たちの業界ではそういうことが、他の業界の方に職人さんに聞いたりして、理解するということがなかなかなかったんですけれど、幸いにして私の父がそういう技術者だったもんですから、それができます。じゃあこれも組み立てます。以上です。よいしょ。